やっぱりあれですね、レタスのいいところは、まあ火を軽く火を通してもいいんですが、やっぱり生でバリバリ結構な量を食べれるということです。これ食べることによって生野菜を食べる最大のメリットっていうのは結局酵素を取ることなので、その酵素が、体内に入って、非常に体の中の循環調子を良くしてくれる、はい、このレタス美味しいのはですね、こうあまり締まってなさすぎず柔らかすぎずっていうレタスが美味しいです。で私たちが好んで食べるのはこの真ん中辺の白い葉っぱの部分ですね。この辺はシャキシャキ感が非常に強くて美味しいです。子どもの方が好きなのはこの黄色い部分でしょうか。レタスの本当の美味しさっていうのは、レタスは切ってから収穫後3時間で味がだんだん変化してしまうと言います。これ今切ってちょうど3時間ちょっと経った状態のレタスなんですが、これ非常に先ほど園長先生に食べていただいたところ、大好評をいただきました。うちの産地全体として、私たちの産地は、まあ、大量生産日本一の収穫量を誇ります、白菜ないし隣村の川上村ではレタス、まあ、同じ地なんで同じ管轄内でやっぱレタス白菜、他キャベツサニーレタスなど多くの高原野菜を作っています。中でもレタス白菜は、地域の特産品で非常に研究も進んでいて美味しいものができています。でその中でも今回は、もっと消費者の皆様のもとへ届ける時間を短縮し、美味しい状態で届けられるようにということで、研究してきました。現状の市場流通なんですね。現状の市場流通の問題点は何かと言いますと、まず収穫が朝早くからですね、4時5時、まあ人によっては大変だけど朝早く行われます。でその後一度 JA の集荷場というところに集められ10トントラックに乗せられます。でそこからは予冷で、まあ、いわゆる市場まで持っていくわけなんですが、市場へ持っていき、そこから、各卸売業者小売業者を通ってスーパーまで行きますと。でスーパーまで行くとだいたい2日ぐらい、時間がかかってしまうので非常に鮮度が落ちてしまう。まずレタスの美味しい食べ方のポイントはこういうふうに包丁で切らないってことです包丁で切ると非常に、細胞が壊れてしまって味が落ちてしまうのでなるべく手で、やります、レタスのね、この根っこのところをポコって押してあげますと簡単に取れますので、それで、ちぎっていただくと美味しく食べられますそれでは丸かじり、はい、うわとっても甘い。